で僕あの今恋活中で、あの50代おっさんの振られるチャンネル作るよ。毎回振られるで、これで入りきれんやん。こうちょっと持って引くか。ゆうさん、こっちに来た方がいいか。よし。じゃあ、第1回目の集まりメンバーで、楽しんでいきましょう。はい、皆さん、手を振ってください。よし。
けど、この人こういう人だからこういう風にしたらいいよっていうのが、うん、なんか具体的にまた詳しくわかる。例えばマイペースとかだけじゃなくて、うんうん、まあ、この人自分のペースを乱されたらすごいね、やっぱ怒る人なんでとか、すごい自分の理屈に合わないと物をされるとなんか不機嫌になったりするからとか、うん、なんで、なんかちょっとこうより詳しくその人の性質的なものが、あ、なるほどね、そういう判断をするわけね。だから私はその一緒に大体そのね、中心名だけで見れるものって限られてるから、あの他のものと一緒に見ていく。うん、これどこのサイト？あ、私は今度行くところ。あ、本当。Take a step back.